はい、今回もドラクエウォークやっていきたいと思います。継承ガチャ合計60連、やっていきたいと思います。ではですね、早速やっていきたいんですけど、一応私の場合は継承ガチャは同じ種類のモンスター10匹ずつとお別れをしていきます。今回のラインナップは画面中央に出ている通りなんですけど、1万ポ族、1万3000ポ族、1万8000ポ族以外に、ですね、今回7000ポ族のですね、こいつ、ですね、はい、デッドペッカーですね、こちら、まず10匹お別れしていきたいと思います。一応ですね、全員ですね、これ、ランドインパクト A スキル持ってるやつになります。はい。というわけで、ランドインパクト狙いということになりますけれど、はい。まあまあ、そうですね。こんな感じで。1個は落としたいところですかね。ランドインパクトちょっとやっぱ貴重なね、A スキルになりますので、ということで、1個ぐらい落とせ。はい。お、来ましたね。はい。というわけで、ランドインパクト、これで所持数が2個になりましたね。はい。ということで、あとは攻撃力 S 落とせましたね。まあこれ、あんま使わないんですけど、まあ使ってないですけど、まあ S が、まああるのはいいかなと思います。はい。というわけで、なかなかね、幸先、いいスタートですね。はい。ではですね、このラインナップでやっていきたいと思います。まずですね、キラーパンサー行きましょう。ということで、10匹お別れしていきます。未だにですね、このキラーパンサーが持ってる可能性のある素早さ S の継承玉を、1個もね、落としたことないんですよね。多分、キラーパンサー600匹以上仲間になってると思うんですけど、なかなかですね、継承玉、素早さ S がゲットできません。はい。素早さ S とか、まあ、あるといいんですけど、ないかな、こいつらは。はい。一応、こいつだけ見ときましょうか。混乱耐性 S とかありましたけれど。はい。サクッと見ていって、素早さ S があるかないか。ないですね。はい。まあ、そもそもラインナップにすら上がってきない。はい。ということで行きましょう。クリムゾンバードを落とせましたね。12個目。もういいですよね。はい。あとは、麻痺成功率 A ですかね。はい。まあ、ちょっと使う機会はないかなと思いますけど。はい。まあまあいいでしょう。とりあえず。はい。ではですね、次は、スライムナイト10匹と、お別れをしていこうと思います。こっちか。はい。というわけで、スライムナイトはね、確かに、イオ残体 S がですね、ゲットできる可能性があるということで、まあまあ、それ持ってるやつがいるのかどうかちょっとわかんないですけど、イオザンタ S ありましたね。これ欲しいですね。はい。セイントインパクトよりこれが、イオザンタ S が欲しいです。はい。まあまあ、とりあえず、まあ一応全員見とくか。はい。イオザンタ A とかはありますけど、はい。イオザンタ S。イオザンタ S1 個あるってだけでもね、いいですよね。はい。ちょっと希望が持ててきた。10分の1ですけど、これ引けたら本物。どうだ?残念。はい。まあまあ、ちょっとなかなかね、10分の1なんで、10回中9回は、まあ、外すということですね。まあ、そんな世の中甘くはなかったということです。ということで、次ね、1万3000ポ族の、ボーンナイト10匹とお別れを、していきます。一応ラインナップ見ておきましょうか。はい。なんか S の継承玉、まあ、幻惑 S はまあ、ええでしょう。S の継承玉とかあるといいんですけどね。はい。はい。お獣耐性 S。はい。獣耐性 S は、まあ、あれはあると便利ですよね。ちょっと使ったことないですけど。はい。では、行きましょう。お別れ。さよなら。はい。A が2つ来ましたね。ヒャド呪文とドルマ残体 A ということで。まあ、ちょっと、S はちょっと残念ながらなかったですね。はい。ではですね、引き続きゾンビ系1万8000ポ族の魔王の使い、10匹と、お別れをしていきます。はい。というわけで、一応ラインナップ見ときましょうか。はい。会心率 S、あ、欲しいですね。はい。あとは、会心率 S、お、会心率 S、2人持ってますね。会心、あ、休み耐性 S、これも欲しいですよね。はい。はい。悪魔特攻 S。さすが1万8000ポ族ですよね。はい。というわけで、会心率 S が来たら、勝ち。どうだ?おー、まあまあ、でも休み耐性 S が来ました。はい、ありがとうございます。会心率 S ね、ちょっと欲しかったですけど、
まあまあまあ、仕方ないですね。はい。ではですね、最後になります。ギガンテス、10匹とお別れしていきましょう。こっちかな。はい。ということで、はい。ギガンテスは確かですね、まあまあ、結構いい継承玉候補持ってると思います。はい。はい。はい。S の継承玉はないっす。あ、ありますね。ヒャド耐性と斬撃耐性 S。はい。いい継承玉を持ってますね。はい。はい。斬撃耐性 S。はい。まあ、斬撃耐性 S。はい。斬撃耐性 S。斬撃耐性 S 結構今回ありますね。はい。ということで。まあ、しかし落とせないというですね。B、激しい雄たけび B が1個あっただけで。はい。というわけでね、まあ、今回はどうですかね。まあ、ランドインパクトを落とせて、攻撃力 S を落とせて、まあ、あと、休み耐性 S も落とせたのかな。うんうん。まあ、そういう意味では、まあ、そこそこ、いい感じじゃないでしょうかね。まあ、いつも、継承ガチャ、もうかなり渋い結果ばっかりなんで、まあ、それにしては、まあ、少しはマシだったかなとは思います。はい、ということでですね、まあ、皆さんの継承ガチャも、はい、幸運が訪れることを願っております。はい、そんな感じで今回終わろうと思います。ではまた、おつ！